はい、皆さんこんにちは。今日は久しぶりにパソコンでのパソコン講習じゃないですけど、この Windows、 私のところは Windows 10を使ってるんですけども、Windows 10の中にあるオープンオフィスクラークっていうアプリを使って、その入力、簡単な入力の方法をやってみたいと思います。以前まではマイクロソフト、ワード、エクセル、パワーポイントと入ってたんですけども、それは前のパソコンでしか入ってなかったので、今日は今回この Windows 10の中に入って、元々入ってあるそのソフト、アプリケーションソフトを使ってやっていきたいと思います。オープンオフィスクラブのところをチェックします。するとこの始まりの画面が出てきます。はい、画面が出てきました。オープンオフィスクラブの場合はこういう、ちょっと動かしますね。こういう画面になっています。で、これからこの画面を使って簡単なサウンドみたいなものをちょっと作ってみたいと思います。ここに一番左側の方をマウスカーソルをこのポイントに合わせて1回クリックしたら全部出ることができます。で、もう1回押すと消えます。で、ここの番号をちょっと入力すると見分けが出てくるたり、これのボタンを押すと、列と行って言った言い方するんですけども、ここが行ですね。2の行を押すと横に長くなり、で B の列を押すと縦に黒くなってくる。例えば、ここに、簡単に出てくるんですけども、例えばここに金額と打ってみます。で、これに例えば項目と、日本語で入れる、例えば、そうですね、現金と言ってみましょう。現金部門、買い掛け金で売り掛け金として、でこの金額のところをこの B の列を押すと暗くなりますので、この金額のところでこの書の数の書式っていうところが出てくるので、ですね、通貨、私は通貨スタイルという呼んでるんですけども、このボタンを押すと。ただちょっとあらかじめちょっと金額を入力してみますね。例えば現金が100万円、80、100、1000万、10万、100万
で、そして、で、買掛金が、50万、5万、20万。で、まあ、売掛金が10万円。10、100、1000、1万、10万ですね。で、まあ、先ほどの、の列の B を押して、こうさせておきます。こうさせた状態のまま、このさっきの通過って押すと、このように、マークがつけてくれます。あとは、まあ、この、まあ、隣にパーセント、ちょっとあの、設定の半減でちょっと白くなってるんですけども、こう押すとパーセンテージに変わったりします。例えば、まあ、現金、買掛金、売掛現金をパーセンテージにすると、そうするとこうちょっと項目を入力します。例えば現金、買掛金、売掛金の、比率のグラフを作りたい場合、ここに比率とか書いてみましょうか。まあ、例えば自己資本比率とかそういった感じの、入力ですね。例えば現金が、ちょっとかなり多いんですけども、まあ、半分以上占めているので、例えば50で、買掛金がまあその4分の1だとすると、20%、 売掛金、ちょっと押してちょっと押してみますね。ちょっと変な数字が出ちゃったんで、小数点ですね、小数点で入力しましょう。 0.5、 0.2で、まあ、10% なので 0.1。 こうすると、あ、まあ、ここを押してパーセンテージにするとこういうふうに出てくれます。まあ、これは簡単なその表計算の入力の方法です。まあ、これ全部ドラッグしたらこうやって消えます。はい、こうして決算書は出来上がりました。こちらはインデント調整、太字架線で、したのがこんな感じです。ありがとうございます。